永遠の16歳みんなのアドルモカです。皆さん聞いてください。私今すごくすごく悩んでいることがあるんです。最近ですね、みやびくんがエーペックスっていうですねゲームにハマって大変なんです。結構しょっちゅうやってるんですけど、私はそれが許せない。よくあるのが、最初ね30分だけゲームするからって言って始めるんですけど、結局30分じゃ絶対に終わらなくて1時間経ってたり、あと5分でやめるからって言っても30分経ったりとかで全然終わんないんです。私あんまりゲームとかやらないので、そんなにゲームの楽しさがわからないんですけど、でもやっぱり嫌なんです。ゲームをきっかけに喧嘩になっちゃったりするのが私はすごく嫌なので、喧嘩になる前に成敗してやろうと私はそう思います。やつを必ずしも私の手で成敗してやるということでですね、私のビジネス彼氏でありますみやびくんは、ゲームとモカチどっちを取るのか検証していきたいと思います。まあこれで私を取らなかったらどうなるか分かっているな、みやび。ゲームをしているみやびくんの部屋に侵入していきたいと思います。今日もやってみますよ。このカチャカチャ音がね、本当にね、寝てる時すごい睡眠妨害なんですよね。私が全開でもうフルカメラで向けているのに全く気づかない、あの集中力私にも分けていただきたい。あれ、みさまいた。さっき来たよ。ごめん、来てなかったの。何やってんの。ゲームですけど。何の。Apex ですけど。あ、ちょっともうちょっと写真集するけど。もうちょっとってどんぐらい。20分ぐらい。開けたら早く終わるし、立ったら遅い。最近よくやってない。え、なんて。やばいやばいやばい。ちゃんと聞いて。撃たれてる撃たれてる撃たれてる。最近よくやってない。最近よくやってるね。ハマってんの。ハマってないよ別に。なんとなくやってるけど。モカと一緒にお話しするよりゲームしてる方が楽しいってこと。そうだね、やめます。そうだね。モカとお話ししてるようにゲームしてる方が楽しいに。そうだねって言ったの。どうし、聞いてますか。聞いてるんだけど、今ちょっと聞けてなかったかもしれない。まだ早く終わらせるから、もうちょっとやっていい。でも、こないだもそう言ってさ、一緒にご飯行くって言ったらご飯行けなかったよね。確かに。その点についてどう思ってるの。今日はもう絶対ないようにするから。もうこれで終わったら。でもモカ今待ってるよ。え、待ってるよ。すぐ終わらせる。ちょっと待って。真剣に話してる時にゲームしないでもらってもいいですか。すいません。本当に悪いって思ってる。本当に悪いって思ってる。何やってるのこれ。殺し合いだ。人殺すの楽しいの。でもさ、昔からやってるからさ、こういうゲーム。人殺し。人殺しじゃない、人殺し野蛮ですね。忙しくない。これもう 目がついていかないよ。でもね、そうなんだよね。なんかこういうのがもう無理っていう人もいるし。やってみたい。いや、モカにはまだ難しい。やってみたい。モカは多分ね、こういうゲーム好きじゃないからと。なんで。で、意外と野蛮なところを持ってるから。確かに。でしょ。やばい。左クリックボタンで大体打てます。左クリックボタンって何。あとは
倒していくんですよ、こうやって。ね、ボタン何か教えて。やばいよご飯食べに行く。ご飯食べに行こうよ。なんか何のご飯食べに行くって。ラーメン。醤油ラーメン。いつ行くの。あそこの近くのとこ行こうよ。いつ行くの。さ30分。でもさっきあと10分って言ったよ。さっきあと10分って言ったから多分あと2分ぐらいだけど残り時間は。でも自分から言ってきたんだよね。あと10分で終わるからって。そうだね。男に疑問はなくない。ちょっとそれダメだよ仲良くなったら。仲良く立ててないけど。ピースだけど平和の象徴ですけど。すごいね。面白いわ。面白い。だってさ、もう週に1回だよ。もうだってこっから1週間僕できないの。ちょっとだけやりたい。真面目な話してるんですけど、いつももう終わるって言って終わらないじゃん。この間もご飯行けなかったらネジ持ってるんですけど、モカと君どっち大事なの。それはもちろんモカだよ。本当にモカの方大事なの。うん。そういうことないと、モカが怒るからそういうふうに言ってるでしょ。違う。ホットゲームの方が。ああ。ホットゲームの方が。ああ。ゲームバズってことは、モカよりゲームの方が大事ってことだよね。ちゃんと聞いて。うん。運じゃないでしょ。モカとゲームどっちが大事なの。それはモカだよ。嘘じゃん。モカも大事なの。大事です。ほんと当たり前や。じゃあさ、モカの方が大事なんだったら、どこのゲーム壊して。パソコンやで。壊して。だってこれゲーム以外に使ってないから別に必要じゃない。モカの方が大事でしょ。壊せないってことはゲームの方が大事ってこと。口だけってこと。やっぱ口だけの男よりモカは行動で示す男性の方がタイプだから。でもモカの方が大事なんだったらそれそうだ。じゃあ壊せる。壊せる。じゃあ壊して。 PS4 は壊さない。壊す。全部壊す。モニターとパソコンのどっち壊したり。両方。モニターの方教えていい。うん、ダメだね。わかった。覚悟を見せるぞ。 A few moments later。 わかった。もうゲームやら。良くないと。良くない。俺も自分に良くないとずっと思ってたから。ちょっと待って。いいよ。いや、違う。もう決まっ。いいよ。なんで。ありがとう。ありがとうって。ありがとう。モカを選んでくれてありがとう。検証結果、みやびくんは大好きなゲームを捨ててモカを取るでした。やったー。動画回さないでください。みやびくんはモカの方が大事らしいです。俺を試すみたいな検証やめてくれない。だって嫌だった。試さないで僕を。だって嫌だったんだもん。でもいいけど、時間はちゃんと守ってやる。一緒にご飯行けなくなったら悲しいから。ゲームきっかけでモカは喧嘩したくないから。また人教師。はい。でもモカを取ってくれてありがとう。モカ優先で適度にやってください。恥ずかしいか、今度は出したくない。出します。絶対に出します。恥ずかしいよ。この動画出したくないよ。俺叩かれる絶対。この動画はもう 100% 僕叩かれるわこれ。出すね。どこな。出します。以上、バイバイ。あ、パソコンガチで壊れました。普通に壊れた。自動修復を準備しています。ともかはもう壊さなくていいよって言ってくれたから直したんだ。あ、痛い。戻してみ、戻したい。戻してみ、戻したんやけど、なんか今で立ち上げようで壊れてるかどうか見ようと思って立ち上げようと思ったら壊れてました。パソコンの内部パーツが壊れてる時に出る文字なんやって。マジ。
うん、マジでさっき叩いて壊れた。もう一回壊さなくてもいいよって言ってくれたから、まあ壊さなかっただけで、まあもともと壊す気だったしね。まさかこんなことになると思ってなかったから今すごいどうしようって思ってたけど。いや全然別に大丈夫だよ。でも今落ち込んでるでしょ。うん、まあ落ち込んで、だってなんか壊すか、え、壊さなくてもいいの、本当に壊れてた。え、もうこれでゲームできなくなっちゃうじゃん。そうだね。あのやっぱさ、息抜きは必要だと思うよ、うん、モカが人と遊ぶのと同じようにね、うん、だから別に壊れないでほしかったなって思ってるんだけど。あ、本当？あ、僕的にはもうあそこまでモカが思ってるとかなんか悩んでることあるんやったら全然、まあそれは察知しなかった俺が悪いですからな、しゃあないな。でも息抜く場所もなくなっちゃったよ。まあゲームの動画じゃ見るよ。どうしよう、軽はずみな企画から始まっちゃった。本当に壊れました。やめて、そんななんかをあの離れ離れになった、いやいやいや、あの お母さんを違うな、子供かな、下手くそか説明が、離れ離れになった子供を見るような目しないで。いやもうやっぱ自分への罰だと思わないとダメだよね、うん、いい機会だと思うわ。チャンネル登録者50万人で新しいパソコン買うわ。じゃあそれでもいい。ああいいよ、50万だからあと30万ぐらい頑張って、30万以上ですね。太陽じゃん、もう一生動かない。いや、まさかまさか本当にこんなことになってしまうとは思いもいなかった。はい、もかしびっくり。本当はだって壊させるつもりなかったんでしょ。だからない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 、全然ない。